ロストエモーションは2015年制作のアメリカ合衆国の SF 映画リドリー・スコット制作葬式日本でもロケが行われ世界的建築家の安藤忠夫の建築物が撮影に使用された世界戦争によって地上の99.6%が破壊された金未来滅亡の危機に瀕した人類は人類を破滅させる元凶は感情だと結論付け 平和的に人類が生存できるよう遺伝子操作で感情を排除した人間の共同体、イコールズを作った。イコールズに暮らす人間は保健安全局の監視下に置かれ愛情や欲望をはじめとする感情が芽生えた場合、発症したとして隔離施設に強制収容され安楽死させられていた。そんな中、イコールズに暮らす一組の男女サイラスとニアは危険だと知りつつも惹かれ合い、 ついに恋愛感情を発症してしまう。二人は外の世界への脱出を決意する。2013年10月24日、ドレイク・ドレマス監督の新作映画に、クリステン・スチュワートとニコラス・ホルトが出演することになったと報じられた。2014年6月12日、ガイピアースの出演が決まったとの報道があった。7月、ケイトリン・シール、オーロラ・ペリノー。 ジャッキー・ウィーバーがキャスト入りした。本作の主要撮影は2014年8月4日に日本で始まり、同年9月26日に終了した。2014年5月2日、アパラットが本作で使用される楽曲を手掛けるとの報道があった。2015年6月9日、ダスティン・オーハロランが作曲チームに加わったと報じられた。本作の衣装デザインの担当者として、 アビー・オサリバンとアラーナ・モーシェットがクレジットされている。ところが、2016年8月、オサリバン側が、モーシェットは本作における衣装デザインに一切関与していないので、彼女が自分と一緒にクレジットされるのは不当だという趣旨の告発を行った。その一方で、モーシェットは登場人物の衣装の選定で重要な役割を果たしていたとの証言も出ている。 2014年9月26日、本作の劇中写真が初めて公開された。2015年9月5日、第72回ベネツィア国際映画祭でプレミア上映された。13日、第40回トロント国際映画祭で本作の上映が行われた。10月16日、A24 と Direct TV が本作の全米配給権を獲得したと報じられた。 本作に対する批評家の評価は伸び悩んでいる。映画批評集積サイトのロッテントマトズには82件のレビューがあり、批評家支持率は35%、平均点は10点満点で5.08点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ロストエモーションは目の保養にはなる。しかし、その未来世界の美しさをもってしても、 ストーリーの陳腐さとその展開速度の遅さという欠点を総裁できていないとなっている。また、メトクリティックには27件のレビューがあり、過重平均値は43、100となっている。ありがとうございます。